はい、こんにちは。ボケなしでお笑いの熱い話をする。おお。第3弾ということで。はい。まあ第1弾は出て、第2弾まだ出てないねんけど。うん。だから反響とかわからんけど、ちょっと第3弾も撮っちゃいます。はい。前は結構良かったね。いや、結構すね。ボケなしっすね、やっぱり。ボケなし。矢野が好きそうなことも言えた自信あるわ。確かに。これこれよね。いいヒリヒリがある。ヒリヒリやな、はい、ほんま。これです。今日もだから、755に、ファンからね、質問来てて、お笑いの話、ガチで、ボケなしで答えます。うん、お願いします。いきます。ネットフリーやアマプラでのストイックお笑い企画に興味はありますかという質問です。あそうやな、ドキュメンタルとか、うん、トークサバイバーとかそういうことかな、うん、まあだから多分興味ありますか、いやいや、それ興味はあるよ。ネトフリとかアマプラとかサブスク配信サービスでのストイックお笑い企画はもちろん興味あるんですけど、多分この人言ってるのはその出ないんですかみたいなことやと思う、うんうん、これもう出んな、うん、人のには、うーん、もう多分ネトフリとかアマプラでのストイックお笑い企画って MC が俺より先輩のまあ誰々とか誰々がやってるやつやろ、それにはもう出えへんかな、うん、興味あるかないかと言われたら興味あるけど、先輩のそういうのにはもう俺はあんま出えへんかな、よっぽどなんか理由が特別なあれば出るけど、だから、うん、なんか自分で作りたいなとかそういうのは思ってるよ、もちろん、うん、そんな感じかな、でも、うん、やっぱそれもな、運とか出会いが必要やからな、ネットフリとかアマプラとかも通らへんお笑いの企画、興味って言ったらそういう比重かな、うん、なるほど。ゴールデンのレギュラー欲しいですか。ああ、テレビ、テレビ、ゴールデンのレギュラーか、いやいや、ちょい前までやったら即答でいらんやってんけど、うん、いや、いらんよみたいな、でもまあなんか新しい鍵が多分ゴールデンのレギュラーで、なんやろな、そのポップな層にもリーチできてるっていう意味では、まあ、やっててもええんかなと思ったな、うん、まあこれが新しい鍵ある俺とない俺やったら、なんかちょっとその説得力、あ、粗品テレビもやれてるやんみたいな、今ラッキーが続いてる状態で、別にそんなこだわってはないねんけど、テレビとかゴールデンとかでもそう言ってくれるやつがおるっていうのと、多分ゴールデンのレギュラーがなくなったらもっとその不届き者みたいな、ならず者みたいな扱いを受けると思う、あいつテレビもろくにしてねえのに、うん、YouTube だけで威張りやがってって言われると思うねんけど、でもゴールデンのレギュラーあることでそこは今言われてない状態なんかなってなんとなく思うから、うん、まああれば全然欲しいって感じかな、うん、言われるんやったらやらせてくださいって感じかな、うん、うん、こうしてくださいとかちゃんと聞くみたいな、はい、もう、いや俺結構ここ言うても 3,4 年はそうやで、うん、めっちゃ言うこと聞いてんで、さすがに身体的にきついですとかはあるけどさ、いや結構言うこと聞いてる、はい、結構なんかネットニュースではスタッフにもなんか逆らってみたいな感じ、逆らって、はい、逆らって、印象悪いですみたいな、あ、そうやな、はい、いやいや、最近ないけどな、うん、昔はようあった、うん、実際よう言ってたし、うん、最近はないな、まああるとしてもその本気の現場はたまにぶつかるけど今でも、うん、テレビで、いや俺はこう思いますとか言って、いやこうやろとか言って、うん、まあその辺のがちょっと噂になってそうなってるもんな、なるほど、うん、芸人側からこういう番組やりたい作りたいっていう希望はどれぐらいと思いますか。あ、これは全く通りませんよ、うん、そういう世界ですよ、テレビやんな、だから、はい、いやいや、テレビは全くと言っていいほど通らんのじゃん、
超大御所レジェンド芸人クラスがこういうのやりたいって言ってやっとちょっと進むんかな。でもなかなかむずいと思うで。それこそ吉本興業がはちゃめちゃに動かなあかんとか、自分がパッと言っただけでそれが実現するのはまああんまないんちゃう。そういう世界やな。自分の思い通りなんかもう誰もできへんと思う、テレビは。でもどっかでいい出会いがあってテレビマンがじゃあアックスボンバーさんと一緒にやりたいですみたいな枠だけ持ってきて、でもう何でもいいんで好きなこと言ってください、それしましょうって言ってくれたら実現できるんちゃう。そんなんもほんまありえへんな、正直。ありえへんと思う。最初テレビ始めたての時は、まだ希望はあった感じですか。いや、まあその俺が無知なだけで希望を勝手に抱いてたって感じかな。あ、テレビもしかしたらなんかおもろいことできるのかなって思ってたけど、無理やったな。どっかで諦めみたいな。まあどんだけ頑張っても無理ちゃうかな。多分誰がどう頑張ってもその自分のやりたいことをテレビでやる、実現するっていうのはかなり難しいと思う。いいテレビマンとの出会いはありましたか？ああ、いやいや、あのありますよ、それは。あるある新しい鍵、レギュラーでいうと新しい鍵と、まあ電電電波と、と有吉同時集計、有吉木曜バラエティーっていう3つはのテレビマンは好きやな。信頼もしてるし、それこそそのさっきもさ、先輩の番組でなんで出なあかんねんみたいなマインドがあるってちょっと言ったけど、そのテレビマンたちが熱く、いや粗品さんぜひお願いしますって言ってきたら意外にコロッと出たりする。もう上でしかその辺はオファーは受けんけど、その3個は結構好きなテレビマンやな。あとまあ普通にあのレギュラーじゃないけど夜会、さっきの有吉の夜会もちょくちょく出させてもらってんのけど、その TBS の人とかもめっちゃ好きやし、あとまあ終わった番組とかな、オトラクションやってた人とかもめっちゃ好きやったし、霜降り右人も世話になったし、みんなそんなんはちょくちょくおるで、おるっちゃおるよ。だから意外にテレビも諦めてないというか、まあまああるっちゃあるな。その芸人の YouTube にはオファー来たら出る感じですか、それも人によってみたいな。芸人の YouTube、 はい、まあ、後輩は漏れなく出てあげたいな、できれば。先輩オファー来たらどうやろな。まあまあ内容によってかな。またそのテレビとかネットフリとかの企画よりは別にハードル低めかも。YouTube ぐらいやったら何するかによるけどな。今粗品さんが出ている番組で好きな番組、今後も続けたい番組はありますか？ああ、まあまあちょっと被るけど、やっぱさっき言ったレギュラーの3つは、鍵と電波と有吉木バラエティは結構続けたいかな。あと個人的には天才テレビくんもめっちゃ好きで、企画もおもろいね。指プルって知ってる？知らないです。いやめっちゃおもろいね。あんなイライラ棒あるやん、はい、の、まあ、コースが細いのがあったり、まあ、太いのがあったりで振り子があったり、ちょっとギミックがあるのを指に棒をはめて指でこうやんねん、まあ、イライラ棒は棒やってん、指に棒をはめて棒でこうやんねんけど、そのコースが鉄でできてて、指にはめる棒が磁石やねん。だからこう持ってかれそうなんだよ、鉄に。で、グッてついたりしたらアウト。で、途中に磁石の障害物とかあって、強力な磁石避けるように、避けようとしすぎたらこっちの鉄につくみたいな。あれ、世界一おもろいぞ。あれ。で、しかもこのターゲットが小学生が、うわーってやってやるっていうのが、めちゃくちゃおもろい。あの番組俺好き。
あとはまあ新しい鍵ももちろんそうやな、その主要な D は専用やし、まあ、27時間テレビも走り切って、で、その鍵のその人らと、あと電波、電波もテレ東のディレクター陣がおんねんけど、ここの二界隈は俺結構ぶつかってんねん。1年前とかなんかな、もう思ってること全部言って、それも、まあ電波の方が切れたりもしたし、なんやったら、おかしいよこれみたいな、いや思んないやんそれみたいな。でもそれ俺ほんま見捨ててないというか諦めてないからやから、でぶつかった結果今一緒に仕事できてて楽しいし、であんな風にうわーって言わしてもらった分、やっぱその人らのためになりたいなと思うし、で有吉さんの番組も結構長くて、何年やってもあれやねんけど、それは岩下さんっていうテレ東の人がおんねんけど、いやその人がもともとな特番でやってたやん、その有吉同時中継みたいな、1発2発2、3発やってレギュラーになったんかな、の最初1発やったか2回目やるときに俺結構断ったやん、っていうのもなんかどうしても粗品さん回しで有吉さんとの座組がいいんですみたいな、で、いやもちろんそれは嬉しいです、やらせていただきますってなってんけど、なんかスケジュールが合わんくて俺途中参加みたいな、2時間番組で前半1時間はずんの飯尾さんが仕切りますと、で、粗品さんが到着次第 MC バトンタッチで後半は粗品さんが仕切る、で、飯尾さんはパネラーに、どうですかみたいに言われて、いやそれは僕できないですって断ったよ、まあ言うたら飯尾さんにも失礼やし、こんな若造が MC するで途中から入ってきて偉そうにすいませんとか言って、でそこからさあ行きましょうって回す有吉さんもいる手前、失礼かなって思ったし、おもろくできる自信もなくて断ってんけど、熱く何回もいやそこなって来てくれて、で電話したんや、その時に特番の時に、で電話したらめちゃくちゃ熱くて、その岩下さんって人がうわーって言って、でまっすぐで気持ちが、で俺泣いてもうて、その時に、そんなテレビマン出会ったことなくて、言うたらそんな欲されることもないやん、じゃあ分かりましたやりますって言って、で結果吉本もめっちゃ動いて、もうギリギリスケジュール調整して俺が最初から折れるようにして、でなんとか取り切って、それが今レギュラーになってて、そういうなんか気持ちの恩があるから続けたいな、ぜひ。だからほんまに人と仕事してるって感じやな、番組がおもろいからこれやめたくないとか、楽やから続けたいはもうなくて、テレビには。でも世話になったテレビマンとか、そういう好きなテレビマン、熱いテレビマンが出世するために俺を使ってくれよっていう感覚で今やってるな。だから続いてほしい、その3つは。あとちょっと思いついてないけど忘れてるテレビマンおったら申し訳ないんですけど、そうかな、結構、テレビどうするみたいな時期もあったじゃないですか、なんかメンタル的にあ、でも全然続けてくれそうですね。あー、まあそうやな、一旦やっぱ、その人らの顔が浮かんで、あ、そうですね、テレビ完全に引退できへんかったな、はい、正直、っていう感じやな。でもどうせ新しいレギュラーもどうせ始まらんし俺、あ、まあその熱い思いがあるテレビマンが現れたから、もちろんやるけど、ほんでレギュラーも今言った熱い思いはあるけど、どうしてもやっぱ終わるから番組って、どうせこうなくなっていくとは思うで、俺が新規でさゲストで出るとかも珍しくなってくるやろうし、そうやな、まあ、オールナイトニッポンに対する思いを聞きたいです。ほう、個人的には今後10周年などのタイミングで大規模なイベントなどをやってみたいです。いや俺はそのオールナイトニッポンへの思いですか、いやそれはもちろんな、あの関わってるスタッフさんがおるから、毎週頑張ってるって感じかな。もともとラジオっ子じゃなかったし、でも、なんやろな、逆にラジオめっちゃ神格化されてんねん、ラジオ界隈って、はい、俺それ大嫌いやねん、ラジオは悪ないし、ラジオやってる芸人も悪ない、
ねんけど、うん、で番組はおもろいのはもちろんあんねんけど、ラジオ神格化してるやつらめっちゃキモくて、うん、でまたなラジオイベントってのはせこいぐらい人集まんねん、うん、ラジオ飛び出したらめっちゃ人集まんねん、普通にお笑いの単独ライブやりますって言うよりラジオのイベントやりますって言ったらめっちゃ集まんねん、うん、それで集めてもしゃあないなとちょっと思ってんの、うん、だからうん、大きいとこでやってほしい、いや別にラジオでやらんでええんちゃう、その芸人の、で俺やったら俺の単独公演で大きいとこでやるとかはまだ理にかなってるけど、うん、ラジオは別にラジオやからな、所詮別にイベントしてもしゃあないと思うぐらいには普通の熱量かな、うん、でもこれを見てる俺らのラジオの関係者の人が落胆してほしくないのは、普通に毎週その嫌な声一つせずやってるし、それはちゃんと仕事として全力でやってるから、もう別に神格化してる風潮が嫌いなだけで、ラジオ自体は別にまあ好きって言ったら言い過ぎか、普通なんで、うん、まあまあそう、でもあんま持ち上げてほしくないかな、ラジオラジオって。でラジオなんか一回も本気出したことないねんから、うん、その何やろな、30分前にわーって入って、まあ、もちろん台本もないし、いやーとか言ってダラダラ喋ってるだけで脳みそも全然使ってないねんから、うん、なんかそんな言われても、いやほなもっとおもろいよ俺って思うな、うん、なんか一人会、一人で俺がやった会がめっちゃ言われんねんけど、いやすごかった、で何ギャラクシー賞取ったりとかさ、うん、うん、いやじゃああれは粗品天才だったなって言われんねんけど、いやいやほなもっと天才やで俺って、あれあんなん全然おもんないでしょ、あんなんでこんな言われんねんやって、あれはやっぱラジオ神格化されすぎてるだけで、うん、全然大したことないから、あんなもん、うん、適当にやっただけやねんから、ちょっとそこはみんな落ち着いてほしい、ラジオ好きなの分かるけど、まあ、うん、そのラジオだけで見せていくから、お笑いは届けていくから、イベント、大規模なイベントとかは俺は、うん、まあなんか政治が絡んでちょっとみたいなのあったらまあ別にやったってもいいけどぐらいかな、うん、とか、それこそ長年一緒にやってるラジオスタッフがめっちゃ熱くて、いや、そしゃさん、俺このラジオで、うん、じゃあどこどこでライブやりたいんですみたいな熱い思いがあったら、それは仲間やからよしやろうってなる、うん、それはなるけど、基本自分からはあんまないから、ラジオ聞いてた？その昔、うん、まあなんか何個かって感じです、ね、あ、そう、はい、意外に聞いてんねん、そうですね、ゴケツピーか、あ、ゴケツピーですね、あ、言ってたな、はいそれだけですか、ね、あ、そうかそうか、いや、あの聞いてた、そうっす、芸人になってからっすね、確かに俺も芸人になってからやな、うん、なんかな、なんかそんな感じかな、うん、昔相方シャッフルして漫才コントする番組好きだったんですが、うん、今出るとしたら誰とやりたいですか、出たとしたら誰とやりたいですか、ドリームマッチ的なことかな、相方、うん、誰やろな、めっちゃ気になる、でもやっぱそのこの人と純粋にネタやりたいとかは正直ないかも、うん、だから選び方としてはバズりそうとかさ、うん、反響ありそうとか、そのこいつおもんないでって知らしめれそうとかさ、うん、いやなんかそのまあなんかさ A さん B さんで C っていうコンビがあるとして、うん、まあその A さんと粗品が組んで、うん、C っていうコンビよりもおもろかったらさ、うん、B さんどんだけおもんなかったんやってなるやん、それやりてえとかはあるこいつらの化けの皮剥がしたいとかキモいねとかでしかないかな、まあ、とかあと一回ドリームマッチ出た時に、はい、オードリーさんがそれこそラジオで若林さんがいや粗品と春日組んでほしくなかったんだよみたいな話をしてくださってたんですよ、それはなんかその、まあ、怖いみたいな若林さんが、まあそのどんな漫才するんだろうみたいな、うん、なんかそれを聞いた
った時に嬉しかった。あ、そんな評価してもらってんねやね。だから言うたら春日さんっていうキャラクターを粗品がどう料理するかみたいなさ、うん、それ聞いた時には確かに春日さんと漫才とかやってみたいなって思った。うーん、思ったけど、でもやっぱ結局オードリーのあのフォーマット、うん、あれ超えんのなかなかやな、あれはなかなか超えれなさそうやなとかさ、なんかそういうのはちょっと思ったりしたな。うーん、誰と うん、やってほしいとかある？お、誰とやったら似合いそう？まあ、なんか誰とっていうかトリオとかやったらどんなことするんやろうとか、もっと多くなんかトリオやりたいな、はい、とか思いますよね。トリオええな、うん、確かにな。そうやな、まあ、川北とかちょっとパッと浮かぶけど、あ、川北とやってみたいとか、あ、まあまあでも、うん、トリオそうやな、うん、これ最後なんですけど、おどうやって天下取るって。お、いいね。うん、いやだから、うん、いろんなところから今試行錯誤して手伸ばしてる段階やな。うん、昔はそこがテレビだけやったけど、はい、あ、今はネットもあるし、うん、舞台もあるし作品もあるし、全部からいってんな今。うん、もうでもそうやな、まあでも何回か言ったことあるかもしれんけど、やっぱり全部で天下取れたら一番すごいかな。一応今んとこはちょっと触りつつ、いけたら全部で取りたいっていう感じかな。どうやって、まあでもほんまに YouTube ネットはもうバリバリ好調や今。うん、で、テレビも、まあ言うたら27時間テレビを MC させてもらった、うん、若く、まあ、順調っちゃ順調なんかな、うん、で舞台も順調やん正直、うん、もう受けまくってるから、うん、で毎月新ネタもやってて、なんかこの辺は、うん、よう言ってるけど、そのうち、うん、やめんかったらまあそのうち上の方には いける。で今違うところから実は天下どうやって取るか考えながら違うところから道伸ばしてんのが、これはピーやけど、とおお、この2つからも天下取るように頑張ってる。最初に言った方は、うん、今まだゼロやけど、うん、ちょっとこう動き出しておいて、うん、こういうのちょっとどうですかみたいなんで、それこそな、うん、なんか近づく、うん、自分が中心で、でこのこっち、こっちはさ、うん、違うジャンルの芸能としてこう、うん、行くことあるやん、うん、これはありえる。あとはもうほんまに全部交渉やけど、まあ2人はさ、まあ、これまだ出てないと思う、あ、出てるかな、分からん、ピーまみれの回があったやん、はい、であれどうやって、そうや、どうやって解決したかというと、うん、結局行ったの、はい、その代わりでその近道の天下取りもある。うん、でもこれはあのぐうたら芸人やってるやつよりは確実に近道を自分で掘り進んでる感じやな。うん、自分で切り開いてんな、ずっと。うん、俺みたいなもん、そのほんまあのずっと呼ばれた番組出てってやるだけやったら、ほんま20、30年後にはもう絶対天下取ってんねんから。上がおらんくなって自分が最年長になったら回ってくる、その順番回ってくるだけの展開嫌やから、うん、そいつらを抜かしてやるように今考えてる。うん、暑いな。いや暑いよほんまに。いいね、今日もボケなしでした。いや、質問としていいですか。いや全然矢野からの質問、これを機にいいですか。あ、いやもちろん。その近くに見させてもらってて、めっちゃ気になるのが、うん、いろんな YouTube もそうですけど、いろんなジャンル、しっかりジャンルやってるじゃないですか、うん、あれやってる時って切り替えたりとか、うん、そのキャパオーバーとか一切ならないですか。あー、まあならんな、キャパオーバーは、はあ、YouTube やって、テレビやって、そうそう、なんかそうです。あー、いや時間余ってんねん俺
ほんますか。いや、ほんまや。ほんますか。サウナも22時間行ったやろ、みんなで。行けるぐらいに余ってる。ああいう時も、こっちで考えたりしよう。いや、まあまあ、たまに。そんな、そんなあれやで、もう、カッコつけたいとこやけど、いや、ずっと正直考えてんねんって言いたいとこやけど、いやいや、全然。普通にサウナ楽しんでる。分けて考えてんな。でもだからちょっとそのルーティン化したいねん俺。さっきもそういう会議したいな。なんかそれの枠に、うん、自分が器用にできるやり方知ってるって感じか。全然いける今。いや全然忙しくない。全然いける。楽勝や。塾講座ですか一つの。あるね、何山あるね、へぇ、いやみたいな。まあそれこそミュージックビデオに使う仕掛けとか、うん、こんなんやりたいと思っても、うん、1週間ぐらいずっと考えてやっと出たとかもあるな。あ、マジっすか。やっと出たとかもある。全然あるね。矢野競馬の競馬の予想とかもこう1週間ずっと考えてやっと出たとかもあるしな。やっぱこの、あの馬がいけそうやとか、この馬はあかんわ、全然反応そうなの。趣味も真剣パッドじゃないあれ。いやいや、パッド一番力いい。そう、いや、嘘ちゃん今のお前、刺さりすぎてなんかお前が返さんかもおーって言っなんで俺が突っ込んでもまあまだもうボケなしのやつやるわ。かかってこいよ。あるし。粗品のロケハイ、こんにちは、めっちゃ、こんにちは、はい、こんにちは、めっちゃ。